よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。はい、ここはね、兵庫駅です。でね、俺様の、ね、後ろに見えるね、水色の電車はね、和田岬線っていうみたいなんですけどね、朝と夕方にしかね、ないらしいんですよ。でね、物珍しいんでね、これに乗ってね、和田岬ってとこまで行こうと思います。はいね、そう、和田岬って聞くとね、和田アキ子を思い出しますよね。はい、悩み無用でね、参りましょう。はい。はい、見てください。このね、消火器が地盤屋のようですね。で、こっちがね、なんだ、神戸線のね、ホームですね。はい。でね、ここ見てください。ここね、この出口のこの部分がね、おしっこ色ですね。はい、このね、消火線のね、このね、部分がね、地盤屋のようですね。はい、火災報知器ですね。強く押すって書いてあります。でもね、火災じゃないんで押しちゃいけませんね。強く押すの対義語は弱くメスですよね。はい。はい、じゃあね、このね、和田岬線にね、乗ろうと思いますね。今日はね、寒いんでね、弱電車でいいでしょう。はい。はい、和田岬駅にね、着きました。一駅でね、3分ぐらいでしたね。そう。カップラーメンができるぐらいの時間ですね。はい、こっちにはね、なんかファミリーマートがありますね。で、なんかね、サイレンがね、鳴ってますね。何のサイレンなんでしょう。はい、横にはね、なんかね、おしっこ色のね、なんかプラスチックがね、いっぱい置いてありますね。はい。そう、ここはね、和田岬駅ですね。はい、見てください。自転車、バイク、進入禁止のね、この上の部分が地盤屋色で、下の部分がウィスパー色もしくはコマさん色ですね。はい。で、まあ、こんなところにね、自転車やバイクとか乗り入れるバカはね、そうそういないと思います。はい、線路はね、運行色ですね。はい、で、ここは終点なんでね、そこでね、線路がブチって切れてます。ね、ジバニアの腹巻きもブチって切りたいですよね。はい、和田岬駅ですね。はい、ここはね、無人駅みたいなんでね、改札はありません。ね、なんかお金というか、運賃のね、センサーはね、隣の兵庫駅でね、強制的にね、改札があるんで、まあ、そのままどっか別のとこ行っちゃえば、ないけど、まあ、出口でね、生産するんでね、はい、まあ、そういうことなんでしょう。ね、と、このね、9のね、四角がおしっこ色ですね。展示ブロックもおしっこ色ですね。はい、これがね、和田岬線のね、時刻表ですね。そう、俺様はね、兵庫からこっちに来ました。ね、平日とかね、土曜日はまあ割とね、朝とね、夕方にあるみたいですけど、今日は日曜日でね、休日なんでね、1本しかないですね。俺様これに乗ってね、来ました。ね、あと夕方も1本だけありますね。はい。なんかね、高校生が多かったですね。まあでも、今日日曜日だしね、なんかユニフォームみたいなの着てる人が多かったんで、まあ多分、あれでしょう、部活とかだと思いますね。もしかしたら模試っていう可能性もあるよね。真剣模試とか河合模試とかね、俺様もね、高校生の頃受けてましたけどね、ジバニャンの腹巻きもボーボー模試たいですよね。はい、こっちにはね、すぐね、地下鉄のね、駅があります。地下鉄はね、結構出てるみたいなんでね、別にこれ JR1 日1本とか2本とかしかなくてね、逃してもね、全然問題はないみたいですね。だったらこっちの和田岬線の方いらないんじゃないかと思うんですけどね。はい、はい、ということでね、今日はね、1日の本数がめちゃくちゃ少ないね、和田岬線っていうのにね、乗ってきましたって話ですね。はい、岬っていうぐらいだから近くにね、海があるんじゃないかなと思います。はい、それではさようなら。ボーボーブーボーブーボーボーブーボーブーブーボ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